明けましておめでとうございます。いよいよ2022年が始まりました。昨年は大変皆さんにお世話になりました。ありがとうございます。いよいよ始まりました2022年。南部美人は1月4日から会社の方はスタートしていきますけども、酒造りの方はお正月関係なく動いておりますので、正月も当時たちが蔵に出てきてお酒の分析をしたり買い入れをしたり、そういった作業をさせていただいて、いいお酒が生まれるように頑張っております。2022年の南部美人はとてもとても大きな事業が一つあります。それは創立120周年の記念事業がございます。南部美人は1902年に創業させていただきました。そこから数えて2022年はちょうど120年目の年ということで、120年の記念事業を本年は様々行っていく予定でございます。その一番メインとなる記念式典は秋口9月にただいま予定をして動いているところです。ただ新型コロナウイルスの蔓延やこれからの広がり、新変異株などの様子を見ながら、もしもそういった危機的な状況があった場合は延期するということで考えてやっておりますが、少しずつ2022年になって事業は展開していきたいと思いますので、この記念の年をぜひ皆さんとお祝いをしたく思っておりますので、よろしくお願いいたします。また2022年は、私たちはコロナウイルスからのなんとか立ち上がって、持ち直していこうという貴重でとても大事な1年になると思っております。2021年もそういう目標があったのですが、まだどうなるかわからない、ワクチンもわからない、まさか秋口から12月にかけて大きな収束を見せるとも予想もしてませんでした。そんな中振り回されてはいくんだと思いますが、2022年は本格的なコロナウイルスからの復興ということで我々も取り組んでいきたいというふうに思っております。当然今までと同じく岩手の素晴らしい原材料を使いながら、二戸の風土で、そして岩手の南部当地たちが丹精込めて今年も酒造りをしております。そんな中我々もさらに昨年よりも高品質な酒造りを目指していくことには変わりはございませんので、もっともっと美味しいお酒を作っていきたいと思っております。様々なコンテストにもだいぶ去年からできるようになってきましたので、そういった復活してきた日本酒のコンテスト、日本国内そして世界のコンテストにも積極的に出品をしていき、評価をしていただいて、蔵の価値を高めていきたいというふうに思っておりますので、こちらも引き続き応援いただければと思っております。そして昨年からスタートしたクラフトジン、クラフトウォッカ、こちらの方も順調に推移しておりますが、さらに新しいボタニカルを使った新商品のクラフトジンだったり、ウォッカに関しても新しい飲み方の提案だったり、こちらに関しても日本酒と同様さまざまな提案を今年はしていきたいというふうに考えておりますので、こちらもぜひ楽しみにしていただければと思ってます。そしてまだここではちょっと喋られないんですけども、新たなその事業も今検討して動いておりますので、ジンウォッカに次ぐ第3弾の新規事業ということも視野に入れて今動いておりますので、そちらの方も期待していただければと思っております。そしてまだ今はなかなか行けない海外、こちらもコロナウイルスの収束とともに少しずつ動きが出てくるのかなというふうには思っております。もちろんアメリカやイギリスや、オーストラリアや中国とかそういったたくさん日本酒の行ってる地域はもちろんそうなんですけども、私がライフワークとしてやり続けてきたまだまだ未開の地、日本酒がまだまだ全然行ってないような、アフリカのような行ってないような地にも早く日本酒をまた持っていきたいというふうに思っております。そして日本酒を世界中に広げていく活動に関しては加速度的にコロナの収束とともに、しっかりと動いていきたいなというふうに考えておりますので、ぜひこちらの方も期待して応援していただければと思っております。なお南部美人のホームページに関しましては、
9月の120周年の式典とともに、リニューアルということで新規一点変わっていく予定でございますし、ネットショップや様々な分野も SNS も含めて、今まで以上に発信の力を強くして、皆さんに情報をどんどん出していければなというふうに思ってますので、こちらも楽しみにしていてください。南部美人は2022年、チーム一丸となってさらに美味しいお酒を作り、皆様の手元にそれを届けていき、皆様を笑顔になっていただけるようなお酒を追求していきたいと思っておりますので、2022年も応援をどうぞよろしくお願いします。正月の飲みすぎはくれぐれも気をつけてくださいね。また2022年よろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。